はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回は、前回の、布石、本醸造酒の、市島酒造の本醸造酒を飲んだ時に言った、最後に言ったね、布石ということでね、こちら、純米吟醸です。市島酒造のね、のワンカップ酒。珍しいですね、吟醸酒。吟醸酒。ね。はい。となってます。市島酒造。越後純米吟醸。うん。製造年月日が、2013年の9月10日だから。まあ。まあ、3ヶ月。以上は経ってるけどね。アルコール度数15度以上、16度未満。原材料名が米と米麹。これですね。違いはまずね。米と米麹だけです。結局、純米吟醸っていうのは、そういうことです。醸造アルコールが使われてないと。うん。いわゆる梅酒を作るときに酒を加えずに作ったってことでしょうね。梅だけを発酵させて、発酵させた、その、発酵して、その、ね、酒になったみたいな。結局そういうことですよ。だからもう梅酒とはもうほぼ、味がもう結局のところ、全然違うものになるはず。これは日本酒ですがね。はい。ね。こちらが値段300。いくらだったっけ ?350 円ぐらいだったかな。うん。まあ、そんぐらいですね。まあ、とりあえず。ね。別に高くはなかったんで。普通200円ぐらいでしょ。うん。ね。吟醸、純米吟醸でこの安さと思ってね。これはやばい。重い酒屋でいてて。酒屋で買ったんですが、硬い。ああ、痛い。これ痛いんだ、いつも。いつもこれ開けるとき痛いんだ。手前に引きながら、あ、なるほどね。でも痛い。ほんじゃいただきます。乾杯。ん?お。あ、甘くない。甘くない。あれよか。本醸造酒よか。甘くないぞ。うい。うん。あれ甘くない。てか、これ主要商品じゃねえんだ、これ。乗ってねえな。純米吟醸。全然あれだな。甘さが全く持ってない。しかもオンラインショップにも乗ってない、これ。純米吟醸。ってことはレアなの?純米。あれ乗ってないぞ。ワンカップなんてないな。ん?あったあった。あ、305円だって安い。うん。新潟県
新潟県産500万石を 50% まで磨き上げ、長期低温発酵させた吟醸仕込みの純米酒ですと。穏やかなフルーティーな、立ち含み香と純米吟醸らしい上品な酸味と甘みをお楽しみくださいだって。いや、これは淡麗だ。個人的に本醸造酒が淡麗。あれ、おかしいな。あれで、別に思った以上にうまくない。コクがというか、なんだこれは。なんか別に、あれって感じですね。むしろ面白さとして本醸造酒の方がまだあったな。まだ面白かった。面白い味だった。これはちょっと、無味というか、無味ではないんだけど、非常に無味に近いぐらいの酸味がちょっとあるか。酸味が若干あるけど。うまさとしては、ほとんど感じられない。かな。日本酒度いくらだこれ。そこだな問題は。でも酸味がね、結構ありますね。結構酸味がある。ので、そこがあれなのかな。あ、これ飲んでる人いますね、ブログで。癖はないけど少し酸味が。純米吟醸だけあって、吟醸香もさほど強くなく飲みやすいな、飲みやすい。しかし、やはり少し酸味が感じられて、ちょっと苦手かも。ああ、確かにね。結構酸っぱめですね。これは。これはちょっと酸っぱめ。これは正直、ちょっとがっくしですね。正直。これはちょっと、これはちょっとやっぱり癖
癖が強いね。癖が強いっていうか酸味が強いね。酸味はちょっと強いの俺あんまり好きじゃないんですよ。日本酒で。うん。で、日本酒度がちょっと書いてないですね。多分なんですけど、これはやっぱりカップ酒っていうことは、多分これを、同じやつを入れたやつが多分存在するはずなんで、市島にね。市島酒造のやつに。あるとは思うんで、で、おそらくそれは、まあ普通の大吟醸で、吟醸か。純米酒の吟醸で見ると、夢。という、ものの、夢というやつの純米吟醸ではないかと思われます。おそらく。これですね。これは間違いないでしょ。おそらく。多分これと全く同じやつだとは思うんで。純米吟醸 1.8 リットルと 720ml がありますね。あ、300ml もある。300ml で567円。なので、これでググってみましょう。純米吟醸黄門夢。日本酒度がプラス4です。プラス4か。思ったよりそんなに、あれですね、辛口じゃないんですね。へぇー、もっと辛口かと思ったのに。あら。びっくりです。へぇー。でもこれはちょっときつい、きついですね。これはちょっと厳しい。ので、こういう時はやっぱり熱燗で飲むんですよ。ね。こういう時は、熱燗にして、飲めば、多分、美味しく。酸味がちょっと強すぎるな、これな。強すぎるってほとんど強くもないと思うんだけど、ちょっと厳しいな。これは厳しい。正直。確かに酒っていうか、日本酒の独特の香りっていうのが、俺の苦手な香りっていうのがなくなったんだけど、その代わりに酸味がかなり強くなったかなと思われますね。これは厳しい。でもかなり辛口なのは間違いないと思います。プラス4の割にね。でもこれだったらちょっと本醸造の方がまだ俺いいかな。一応今のところ、市島酒造で一番うまかったのが、大門カップ。一番安い、200円のやつね。大門カップが一番美味しかった気はするんだけど。なんかこれが一番なんか、しっくりというか、なんか、俺が好む味だったね。一番ね。
一番おっていう、あれっていう感じですね。うん。そんな感じ。これはちょっと厳しいね。これはちょっと厳しい。正直。厳しい。いや、純米吟醸とかね、なんか、結局形だけだったっていうか、まあ見た目だけだったというか、なんかこの、聞こえだけだったっていうかね。そんな感じですかね。まあ、こういうこともあるでしょ。ね。こういうこともね。まあ。こういうこともあります。そうそう。また関係ない話なんですが。今日ですね、まあ、忘年会の時の、いろいろ一緒に話したりした、まあ、人がいるんですが、その人に、なんか、話を聞いたらですね、テキーラをですね、一本丸々、飲んだらしいです。俺昨日テキーラ、飲んだんですけど、4分の1本でもう、飲んでもう、吐きましたからね、昨日ね。調子乗って飲みすぎ、それでも飲みすぎたぐらいで、吐きましたからね、普通にね。そのことを考えると、恐ろしいですね、あの人ね。なんかね、どうやらね、なんか、毎日のように、ウイスキーをね、なんか 200ml ぐらい、毎日ジャック・ダニエルをね、毎日飲んでるらしいです。で、完全にアルチューじゃねえかっつって、言ってやったんですけど。俺、こんだけですよ。こんだけ、こんだけ飲んで、昨日、もう諦めましたね。もうさすがに。ギブです。テキーラね。で、その人、もう記憶なかったらしいです。もう、俺と、いろいろ話してたことも全く覚えてなくて、で、最近そういうことがあまりに多すぎるって言ってましたね。だから、ちょっと、もうやめとけと。ちょっと飲みすぎだぞと。絶対。しかも、テキーラだけじゃないです。テキーラ1本プラス、なんか、狂月が大好きらしくて、狂月もね、普通にロックとかで大量に飲んでるとか言って、もうなんか、ねえ、バッカスの生まれ変わりかなんかとか、なんかかって思うぐらいなんですけど、今までそこまで飲んだ人、俺聞いたことないね。正直。恐ろしいね。さすがに、さあ、テキーラのこの 750ml のやつを1本、丸々飲んだって、40度ですからね。アルコール度数40度のやつを、1本丸々飲んだっていうのは、もう、聞いたことがないね。多分、アル中でも真っ青ですよ、多分。アルコール中毒の人間でも、びっくりじゃないか。さすがに。俺、そう思うよ。毎日まあ 200ml ぐらいのウイスキー飲んでるでも大体アル中だと思ってるけど、個人的に。かなりのアル中だなとは思うけど。一本ですからね。750ml ですからね。ちょっとそれ飲みすぎだろうと。さすがに。さらに狂月まで飲んでって。で、しかも吐いてないんですよ。なんで吐かねえのって思うぐらい。えって。そんな人間いんのって。
全然吐かないらしいです。で、その、毎日飲ん、その、ウイスキーとか強い酒を、なんか最近飲むようになってから、全然なんか、吐かないって。だんだんやっぱ慣れてきてるとか。慣れるらしいですね。俺なんか高校生の時に、生物の先生に言われたけど、てか習ったけど、人間って生まれながらにも、酒を分解する酵素の量が決まってるから、酒を飲んでも、いわゆる強くなるっていうことはないって言ってましたけど、何なんですかね？嘘なんですかね？それとも、その酵素自体がちょっと麻痺してるのか、もう壊れて、というかその結局吐くとかその防衛本能的なやつがもう破壊されたことによって吐かないだけでガンガン飲めるのか、ちょっとわかんないんですけど、まあそうは言ってましたね。分解する酵素の量は決まってるから、もう酒飲んだとしても、飲んで毎日飲んでたとしても変わんないと。酔うやつは酔うしね、強いやつは強いし弱いやつは弱いというふうには言ってたんですが、嘘かなと。どうやら嘘っぽいですね。わかんないけど。ね、どうなってるんですかね。人間じゃないと思ったもん。さすがに。こんな人間いるんだって思ったね。40度ですからね。それ750ml1 本ですからね。で、1本だけでもすごいのに、さらに狂月とか飲んでるとか、わけがわからない。狂月の25度のやつを、さらにロックで飲んでるとか。で、毎晩のようになんか毎晩ではないか。ないけど、飲み屋行って、狂月、飲んだくれてるらしいですけどね。しかもその人22歳です。確か。21歳か。22歳ぐらいだったかな。まあいいや、それで乾杯。うん。まあ、酸味はなくなった。酸味はなくなったか？いや、なんかある。いや、なんかあるな。やっぱなんかあるな。うわ、これは厳しいな。これは厳しい。正直言って、これはまずい。ダメだ。うん。これは厳しい。これはまずいな。今まで飲んできた日本酒の中で、もう純米酒ダメなのかな。そういうことでもないと思うんだよな。なんか厳しいね。ちょっと厳しいぞこれは。あれ、今までこんなことなかったんだけど、ちょっと厳しいぞ。いやー、これは厳しい。そうですね、まあ日本酒度はプラス4と濃く総評に入りますが、コクはないに近い。甘みもないに近い。香りはまあ、甘みはほぼないですね。間違いなく。ないので。
うん。こんなもんだな。うん。ちょっと、厳しいですね、これは。はっきり言って。はっきり言って、まずいとしか、言えない。これは、俺でもちょっと、擁護しがたい。はい、今日は、12月の15日の、深夜1時です。日本酒度がプラス4。コクが2つ星、甘みが1つ星、香りが2つ星。まあ、とにかく、ほとんど、特徴といっては酸味以外ほぼない。うん。酸味が際立ってる。これはちょっと残念ながら、二つ星で。これはまずい。うん。間違いない。それではご視聴ありがとうございました。